耳で読む。今昔物語集。巻1、第1話。王妃が白象の夢を見て解任した話。危機物語。今は昔、釈迦如来がまだ仏になっていない頃は、釈迦菩薩といって、兜率天の内院というところに住んでいました。炎武大人間界に生まれようと考え始めた時、五水が現れ始めました。五水とは次の5つです。1、天人は瞬きをしないのに瞬きするようになった。2、天人の頭の上の花かずらはしぼむことがないのにしぼみ始めた。3、天人の衣には塵がつくことがないのに塵や垢がつくようになった。4、天人は汗をかかないのに、脇の下に汗をかくようになった。5、天人は、じっと座っていて、決められた場所を動くことがないのに、好き勝手に動いて、同じ場所に座っていられなかった。多くの天人や菩薩は、これを見て言いました。私たちは、あなたがこのような相を表すのを見て、気が動転し、身が震え、心迷うばかりです。どうか、私たちのために、こうなった理由をお話しください。釈迦菩薩は、これに答えて言いました。諸行は、無常であるということです。私は、近い将来、この天の宮を捨て、人間界に生まれます。これを聞くと、多くの天人は大いに嘆き悲しみました。釈迦菩薩は、人間界を見渡して考えました。誰を父とし、誰を母として生まれるべきだろうか。そして、ガビライ国の常盆王を父とし、マヤブニンを母とするのが良いだろう、と結論しました。水の通しの年の7月8日、釈迦菩薩はマヤブニンの体に宿りました。ブニンは、菩薩が6本の牙がある白象に乗り、虚空の中より来て、右の脇から体に入る夢を見ました。それは、はっきりと透き通って見え、瑠璃の壺の中に物を入れたようでした。武人は、とても驚いて、目覚めると、ジョウボン王のもとに行き、この夢を語りました。王は、これを聞くと、私もまた、同じ夢を見た。このことを、自分だけで理解してはならないだろう。と言って、禅僧バラモンという人を呼びました。かぐわしい花を飾り、豪華な飲食を持って、バラモンを供養し、夢について問うと、バラモンは王に申しました。武人がご解任された大使は、よく滅多にない僧が数々あります。すべて説くことはできませんが、王のために略して説くことにいたしましょう。武人の体に宿った巫女は、必ず光を表す釈迦の種族です。武人の体を出るときには、光明を放つことでしょう。梵天や大釈、さらに数々の天人が供敬するでしょう。この僧は必ず仏になるべき随僧です。もし出家しなければ天輪女王として天下に宝を満ちさせ、千の子を持つことでしょう。王はこのバラモンの話を聞いて限りなく喜びました。多くの金銀や象、馬、車などの宝をこのバラモンに与えました。また、武人も、バラモンに、多くの宝を施しました。バラモンは、王や武人の施した宝を受け、帰り去ったということです。